放送応援25年2月15日は、室町時代前期の新言宗の僧侶。仁那寺門関、受号、室町幕府第三代将軍、足利義満の子。母は、経図三さよによれば五代所、日の行語だが、遺説もある。また青年については応永四年説もある。義満の後継をめぐって、義持、義継と並ぶ。 第三の候補者的な立場にあったとする見方もあるが、吉光の死の翌年も欧米16年11月7日に、任那寺門跡へ助放新郎から特度を受けて、任那寺に入る。欧米19年4月16日には、受号宣言を受けている。これは3歳年上で後に、天台雑誌となった義援よりも早い待遇だった。復讐連行を重ね、欧米20年4月22日に、 英女法神老から伝謀勘定を受けて、忍那寺門跡を継承する。天皇の子以外で、忍那寺門跡になったのは、鎌倉時代に、摂政関白九条道下の古法介の霊が、あるのみという異例の昇進だったが、その5年後に死に先立って23歳で死去した。このため歴代の御質問跡には数えられていない。法尊の異例の早さの昇進は、 将軍職の継承を放棄した代償だと言われている。また原則として、天皇の子しかつけない、任那自問関の地位に、父、義満ではなく伊坊阿に、義持の後ろ立てでついた事実も注目される。小林康を、室町幕府将軍先生家の契機について、足利義持期の二つの事件をめぐって、上横手正隆編、中世後部権力の構造と展開。 吉川博文館2001年175から177ページ ISBN 978から4から642028059結果的にこれが近代以前における最後の進化出身の門跡ともなった天皇の勇士や三宅の指定に資格が広げられるのは放送よりも後の時代のことであるありがとうございます